ジュリア・フィオナ・ロバーツはアメリカ合衆国の女優。ジョージア州アトランタ近郊のコブ軍出身。身長175センチメートル。兄エリック、名のエマも俳優。両親ともに役者で、彼女が幼い時はアトランタで演技学校を経営していた。兄エリックと姉、リサの妹として生まれた。ジュリアが幼い頃両親が不仲になり、 1972年に正式に離婚。母親は同年に11歳年下の男性と再婚し、ジュリアの下に妹ナンシーが生まれたが、刑父はアル中で暴力的な男で、それを嫌って兄のエリックは家を出たが、母親が離婚する1983年までジュリアは辛いし春季を送った。役者になった兄のエリック・ロバーツを訪ねてゆくうちに、自分も 役者を志すようになったという。1984年特捜刑事、マイアミ・バイスシーズン4の22は、ミラーイメージにてゲスト出演。高校卒業後に、ニューヨークに出て、演劇学校に通いながら、オーディションを受ける日々を送る。1988年に、映画デビューし、翌年の、マグノリアの花たちで、ゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞して、注目される。 そして1990年、リチャード・ギアと共演した、プリティ・ウーマンで、エレガントに変身する、コール・ガールを演じ、彼女の当たり役となる。映画は、大ヒット、彼女自身もアカデミー賞にノミネートされ、スターの座をつかむ。2001年には、エリン・ブロコビッチで同賞の主演女優賞を受賞。2006年に出産後初の仕事として、 ブロードウェイの舞台作品、3Days of ブ r a i n に出演し、ブロードウェイデビューを果たした。舞台役者ではない彼女に対する劇評はかんばしくなかったが、チケットは最初の週だけで驚異的な売り上げを記録し、商業的には大成功している。2010年8月2009年にインドで撮影が行われた映画、食べて、祈って、 恋をしてのプロモーションのため初来日した。キャリアが長いにもかかわらず一度も訪日経験がなかったため、理由は不明であるがなぜか日本嫌いだという噂がネット上で存在していた。そのため、来日は洋画ファンを喜ばせた。2014年2月、妹、ナンシー・モーツが薬物自殺。遺書には、ジュリアのせいだと記されていた。 ナンシーは幼い頃よりジュリアに肥満をバカにされ、傷ついてきたと以前から訴えていた。後にジュリアは若い頃、キャリア構築に夢中でがむしゃらだった頃の自分を思い出し、私は、蝶がつく生意気なクソガキ、若い頃は本当に、自己中心的な人間だったわと反省を口にしている。右の方にある泣き袋が特徴。左利き。ロバーツとソーウェル上等兵。 2001年トルコ、インサーリック空軍基地にて。これまで、キーファーサザーランド、リーアム・ニーソン、ダニエル・デイ・ルイス、ディラン・マクダーモット、ジェイソン・パトリック、ベンジャミン・ブラットラとの交際歴がある。キーファーサーザーランドとは1991年4月に、婚約するも、式の3日前、自分に正直でありたいと式をキャンセル。その4日後に、 キーファーの友人でもあるジェイソン・パトリックとアイルランドへ旅立つ。1993年にカントリー歌手のライル・ラベットと結婚したが、1995年に離婚。1998年から2001年まで俳優のベンジャミン・ブラッドと交際。2002年には映画カメラマンのダニエル・モダーと不倫の末に結婚し、2004年11月に、 男女の双子を出産。2007年6月18日に次男を出産。幸せの教室で共演しているトム・ハンクスとは、長年の友人で、家族ぐるみの付き合いだという。食べて、祈って、恋をしての撮影の時に、ヒンドゥー教に回収している。この映画のロケで、ヒンドゥー教と出会ったわけではなく、かねてから、ヒンドゥー教に興味を持ち学んでいたのだと語っている。 ヒンドゥー教に興味を持つきっかけになったのは、ニームカロリババの写真を見たことだという。彼女の子供たちもヒンドゥー教徒としての名前を持っているという。ロバーツが建てた制作会社、レッド・オームフィルムズでもインド宗教の聖音、オームを社名に入れている。ヒンドゥー教式の結婚式を挙げながらも早期に、離婚したケイティペリーとラッセルブランドについて、ヒンドゥー教における。 結婚式の重さが分かっていないと怒りを示すなど、信仰面で厳格な一面も持つ。こうした真摯さを評価し、アメリカのヒンドゥー教団体、ユニバーサル・ソサエティ・オブ・ヒンドゥーイズムの指導者ラジャン、Z は彼女に栄誉を与えている。2001年6月、豪華なハイテク仕様のトレーラー車を35万ドルで購入した。 このトレーラー車には3つの寝室、大きな大理石のバスルーム、デラックスなキッチン、6人掛けのダイニングルーム、衛星放送アンテナ、自動進路設定システム、ルーフトップがついた、ジャクージなどが付いている。2005年12月、ハリウッドリポーター神がミが、最も出演量の高い女優、ランキングを発表し、映画1本の出演量が2000万ドルで1位になった。 2007年1月、米経済史、フォーブス氏が、エンターテイメント界で活躍する女性で資産の多い、女性トップ20を発表し、総資産169億円で8位にランクイン、している。2010年2月、ウィークリーワールドニュースによると、映画、バレンタインデーに出演した、ジュリアだが、わずか6分間の出演で300万ドルの、出演料を受け取った。 これは1分あたり約4500万円、単語1つあたり約108万円という計算になるといい、映画の制作費が5000万ドルであることからも破格の契約だった。2010年11月、デイリーメール紙によると、イタリアのコーヒーメーカーのラバッツァのクリスマス用コマーシャルに出演した。コマーシャルの設定は、雲の上で画家サンドロボッディチェッリが、 ジュリア演じる女神をモデルに名画、春を描こうとするもので笑顔を見せない女神に、弱り顔のボッティチェッリだが、女神はコーヒーを一口飲むと大きな笑顔になり、再びボッティチェッリが描き始めるという内容になっている。長さは45秒で、ジュリアにセリフはないが、ギャラは120万ユーロだった。2011年7月、米経済誌、フォーブス主電子版が、 ハリウッド女優の所得番付を発表し、2000万ドルを、稼いで5位にランクインした。A.B.Picture Exclusive ジュリア・ロバーツ・スマイルズスルーザ・テラー・オブ・オブ・シブ・ステップ・ファーザー・シーフィアード・ディスパイズドデイリー・ミラーノベンバー17デ2013ジュリア・ロバーツ FILMMAKERS.COM 2012年7月14日閲覧 ジュリア・ロバーツプロフィール。イグの2012年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月14日閲覧。日本嫌いは単なる噂ジュリア・ロバーツが新作の PR で8月に初来日。 ムービーコレクション、https コロンスラッシュスラッシュ www.movi e c o l l e c t i o n j p スラッシュニューススラッシュ9458スラッシュ2010年8月17日閲覧。自殺したジュリア・ロバーツのイフ妹、ジュリアのせいだと一緒に残すシネマトゥデイ、2014年2月13日、痛すぎるセレブたち、ジュリア・ロバーツ激白。 私は、自己中心的で、使いづらい女優だった、テクインサイトジャポン2017.10、0410時30分、レベット。シェリー、ステートオブゼアユニオン、people.com、http コロンスラッシュスラッシュ www.people.com スラッシュピープルスラッシュアーカイブスラッシュアーティクルスラッシュ例、20103614 <ht>。 0 0 html2010 年8月17日閲覧。シュナイダー、カレン、ワンラストサッドソング。people.com。http コロンスラッシュスラッシュ www.people.com スラッシュ people スラッシュアーカイブスラッシュアーティクルスラッシュ例。2010 5480。0 0 html2010 年8月17日閲覧。シルバーマン。 スティーブン・ M、ジュリア・ロバーツ・レイズ・イット、オン・ザ・ライン。ピープル、ハイダウェイ・ブライド・ピープル2002.7、11不記事、ジュリア・ロバーツ・ウェルカムズ、エーベビー・ボーイ。ピープル・ドット・コム。ン18、2007、幸せの教室トム・ハンクス&、ジュリア・ロバーツ・インタビュー。2012年5月11日、ムービーコレクション、子供と何千年も一緒に、ジュリア・ロバーツ。 育児を通して、ヒンドゥー教にどっぷりヒンドゥー教女優の、代表格ジュリア・ロバーツ、指導者から栄誉を与えられる ?J. ロバーツ &B. ブラッド、豪華トレーラー社で、旅行計画。シネマトゥデー。http コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ N0006522012 年9月3日閲覧 ジュリア・ロバーツ、出演料ランキングのトップに。シネマトゥデー。http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ e n 0 0 0 7 4 6 8 2 0 1 2年9月3日閲覧らんジュリア・ロバーツ、1分間の出演で約4500万円。バレンタインデー出演料。シネマトゥデー。 h t t p w w w c i n e m a t o d a y j p スラッシュページスラッシュ n00225512012 年9月3日閲覧ジュリア・ロバーツ、セリフなしで、ギャラ1億円。さすがトップ女優のお値段。シネマトゥデー。 http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00286862012 年9月3日閲覧ハリウッド女優所得番付1位は, a.、Right、1> 1位は a j ジョリーと SJ パーカーロイター。h t t p r o i t e r c o m アーティクルエンターテインメントニュース エジップジャポン -22 兆558億20万2011万7062011年7月6日閲覧。昨年最も稼いだハリウッド女優はアンジェリーナ・ジョリーとサラ・ジェシカ・パーカーで年間約24億円米フォーブス氏。シネマ・トゥデイ。 http://www.cinematoday.jp ス,<ッ>スラッシュページスラッシュ n00336032011 年7月13日閲覧。ハリウッド女優の所得番付トップ10を発表。 ムービーウォーカー、https コロンスラッシュスラッシュ movi ewalker.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ23103スラッシュ2021年9月25日閲覧。ありがとうございます。